ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。スリスリスリ。何やってるんだ霊夢？今長芋をすりおろして、ネバネバで元気が出るとろろご飯を作っているのよ。魔理沙もどうかしら？お、いいなとろろご飯、私も食べるんだぜ。長芋って納豆みたいに発酵食品じゃないのにネバネバしてるわよね。どうしてかしら？そうだな、長芋のネバネバはある成分が原因でしかも体にいい成分なんだ。え、どんな成分なのよ教えてちょうだい魔理沙。それじゃあ今回は長芋の栄養について解説しようとするか。お願い魔理沙。ということで今回は長芋の栄養について解説するぜ。あのネバネバが美味しいわよね。ご飯が進んじゃうわ。長芋は山の芋科に属する芋類で茎にも根にも似ている単根体が発達しているんだ。その部分をすりおろすとネバネバ状となり、このとろろをご飯にかけたりなどして食べると美味しいんだぜ。え、長芋なのに山の芋かって長いのか山なのかどっちなの魔理沙？そうだな、まず長芋と山芋の違いを解説するぜ。まず山芋は山の芋科に属する根菜のことで、山の芋、自然薯、大薯の3つに分類されるんだ。さらに山の芋は、スーパーでよく見る長い長芋群、イチョウのような形のイチョウ芋群、海上の大和芋群の3つに分けられるんだぜ。そして長芋はこの長芋群に属している根菜のことを指すんだぜ。長芋と山芋って同じかと思ってたけど違っていたのね。ちなみに昔は山芋が山で採れることから山芋、里芋は里で収穫するから里芋という名前になったんだ。結構単純な理由の由来ね。長芋にはアレルギーが出る場合があり、IgE 抗体と、周酸カルシウムの針状の結晶が、皮膚を刺激して起きる2つがあるんだ。よく長芋の皮を剥いたりすると周酸カルシウムの結晶が毛穴の中に入って皮膚を刺激して引き起こるんだ。どう対策すればいいのかしら？対策としては周酸カルシウムは酸に弱いのでお酢を手につけた後に、水で手についたお酢を洗い流す方法や、周酸カルシウムは熱に弱いのでお湯に手をつける、といった方法があるんだぜ。また長芋の調理をする前に手に軽く酢をつければ、事前にかゆみの予防になるんだ。私は顔にべったりお酢をつけて対策するわよ。長芋の主な産地は北海道と青森で、旬は4、5月と12、1月なんだぜ。秋掘りの長芋はみずみずしく皮が薄く、ひげ根を加熱すれば皮ごと食べられるんだ。春掘りの長芋は旨味が多く熟成された美味しさを楽しめられるんだ。季節によって味が変わるのね。今は旨味の多い長芋を食べまくるわよ。次はいろんな種類の長芋について解説するぜ。まずはガンクミジカだぜ。ガンクミジカは現在主流となっている長芋で、青森県の在来種を改良して生まれたんだ。色が白くアクが少なく、シャキッとした歯触りがあり、粘りが強いのが特徴なんだ。アクが少なくシャキッとした食感なのでサラダとして生で食べたり、とろろにしてとろろご飯やとろろそばなどで美味しく食べられるんだぜ。長芋ってサラダで食べられるものがあるのね、食べてみたいわ。次は和年樹だぜ。和年樹は北海道の幕別町で偶然生まれた長芋を増殖、選抜、各種試験を繰り返して生まれた品種なんだ。特徴として長芋の毛や毛穴がほとんどなく、肌も白くすべすべとした見た目なんだ。本当だわ、初めて見たら大根と間違えちゃいそうね。味は果物のような甘さがあり、土臭さはほとんどなく皮ごと食べられるんだ。なのでサラダにすると美味しく食べられると思うんだぜ。しかし、見た目が綺麗なため傷が目立ちやすく、先の方が折れやすいので栽培が難しいんだ。もし見つけたら感謝していただきたいわ。次は長芋の歴史について解説するぜ。長芋の原産地は中国の雲南省で紀元前に薬用として利用されていた記録があるくらい歴史が古いんだ。それから朝鮮半島経由で日本にやってきたんだ。長芋が好きだった人物の一人に江戸に幕府を開いた徳川家康がいるんだぜ。徳川家康は肖像画や銅像などから太ってそうなイメージがあるが、戦国時代を生き抜いた武将でもあり、武芸が一流の腕前で健康に人一倍気を使っていたんだ。なので実はメタボ体型ではなく筋肉質な体格が、そう見せているのではないかと言われているんだ。ちなみに徳川家康は去年69歳と当時ではとても長生きで亡くなる前年に静岡県の瀬名川で泳いでいたという記録があり、とにかくフィジカルがすごい人だったんだ。じゃあ徳川家康が好きな長芋には健康でいられる効果があるのね。そうだぜ、次は長芋の栄養について解説するぜ。はい、魔理沙先生。長芋のカロリーは 100g あたり 65kcal で、タンパク質は 2.2g、脂質は 0.3g、炭水化物は 13.9g、食物繊維は 1g なんだぜ。芋類だから野菜と比べて少しカロリーが多いわね。
ビタミン類に関しては主に体の代謝を助けてくれるビタミン B 群が少し入っていて、ミネラルに関しては余分な塩分を排出し血圧を下げるカリウムが多く入っているんだ。と、基本的な栄養素はこんなもんなんだぜ。長芋ってすごく栄養豊富かと思ったらそうでもないのね。しかしそれ以外の成分にすごい効果があるから次はそれらを解説するんだぜ。まずはネバネバ成分である水溶性食物繊維だぜ。食物繊維は不溶性食物繊維と水溶性食物繊維があり、この水溶性食物繊維は水に溶ける性質があるんだ。水溶性食物繊維は血糖値の上昇を緩やかにしてくれたり、血中コレステロール値を下げ、善玉菌の餌となるので腸内の善玉菌を増やしてくれる働きがあるんだ。また、粘着性により腸内をゆっくり移動するので、お腹が空きにくく、食べ過ぎを防いでくれるんだ。とろろご飯で血糖値を上げにくくしてくれるから、いいわね。ネバネバ成分にはムチンがあるわよね。長芋にもムチンがあるのかしら？実は長芋にはムチンは入っていないんだ。なぜならムチンは粘膜などにある動物粘液の糖タンパクで、植物には存在しないんだ。これは1884年にムチンが粘液成分だとされていたんだが、1928年に山芋の粘液成分が食物繊維の一種のマンナンとタンパク質の混合物だとされたんだ。しかし教科書などではそれが修正されなかったことにより、世間一般ではムチンは動物性と植物性の粘液成分であると知られていったと思われるんだ。なので植物の栄養にムチンが紹介されていたら、ちょっと注意してほしいんだぜ。ちなみにうなぎのヌルヌル成分はムチンなんだぜ。次はジアスターゼだぜ。ジアスターゼはデンプンの消化酵素であり、胃の負担を軽減してくれるんだ。それじゃあ、とろろご飯ってすごく相性がいいのね。そうだな、しかし消化酵素は熱に弱い性質を持っているので、サラダやとろろにして食べるのがおすすめなんだ。ご飯の消化が良くなるなら、食べた後体を動かしやすくなるわね。戦い前の腹ごしらえにちょうどいいわね。そうだな、運動している人にとっては糖質が疲労を回復してくれるから、運動している人にはとろろご飯で毎日元気になってほしいんだぜ。次はディオスコリン A だぜ。ディオスコリン A はタンパク質成分の一つで、A ソ連型、A 香港型、B 型のインフルエンザの活性を抑える効果があるんだ。少量でも効果を発揮するので、毎年の冬に食べて予防するのもいいんだぜ。冬は秋掘りのみずみずしい長芋を食べちゃうわ。いっぱい食べて精をつけるわよマリサ。そうだな、昔の言葉で、ごぼう5時間、人参2時間、卵たちまち、山芋やたらというものがあり、食べてから精がつく時間を示している言葉なんだ。じゃあ山芋に含まれる長芋はやたら精がついちゃうのね。これはアルギニンなどの精をつけるアミノ酸が入っていたり、消化酵素が入っていたりで、すぐに栄養を吸収できるからじゃないかと思うんだぜ。アルギニンは男性ホルモンであるテストステロンの含有量とほぼ均一になるとされ、アルギニンの摂取量が減ると精子の量が減ることもわかっているんだ。なぜかというと精子のタンパク質にはアルギニンが使われているからなんだ。長芋を食べたら元気になって将軍になれちゃいそうね。次は新鮮な長芋の選び方を解説するぜ。いい長芋は表皮の色が肌色で張りツヤがあり、ふっくらと太くまっすぐに伸びたものがいいんだ。また、手に持った時ずっしりと重いものがよく、表面に黒いシミのようなものがあったり傷があるのは避けるのがいいんだぜ。スーパーなどでカットされているものは切り口が白くみずみずしく、太いものを選んだ方がいいぜ。しかし、切り口が変色しているものは鮮度が悪いんだ。保存する場合、おがくずと共に箱に入れられているものはそのまま保存して、それ以外は新聞紙に包んで風通しの良い冷暗所に置くと1ヶ月は持つんだ。カットされている場合は切り口が乾燥したり酸化したりするので、ラップで切り口を包んで冷蔵庫に入れれば1週間は保存できるぜ。冷凍保存する場合はすぐ使えるようにすりおろして冷凍保存するといいぜ。とろろ好きだから冷凍で保存するわ。でも長芋はとろろやサラダ以外にも美味しい料理ってあるのかしら？もし美味しい長芋料理があればコメント欄で霊夢や他の視聴者に教えてくれなんだぜ。それじゃあとろろご飯を作るわよ、スリスリスリ。霊夢、私の分も頼むんだぜ、ご飯をよそってくるんだぜ。ありがとうマリサ、すごくネバネバにするわよ、スリ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 。スリスリ、スリスリ。お、順調にできているな霊夢。もっといっぱい作ってとろろをごくごく飲むわよ、スリスリ、スリスリ。全くそんなにできるわけないんだぜ。スリ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 ス
ふう、助かったんだぜ。マリサー。どうしたんだ霊夢、もう変なことはやめてくれなんだぜ。長芋って消化酵素入っているのに、お腹が破裂しそうだわ。助けてちょうだいマリサ。そんなに食べたら消化酵素も意味ないんだぜ。マリサ、吐いちゃうわう、うぶお。うわぁ、やめろ霊夢。ブエロー。床で寝ていたら突然トロロに飲み込まれて死にそうだった兄。でも全部飲み込んで大きくなった兄。あ、危なかったんだぜ。ちょっと、私のトロロを返しなさいよ。すー。兄。マリサ、また吐きそうになったわ。兄、ふう、飲み込んだトロロを元に戻して帰ってきた兄。マリサ、助けて。ということはまさか。ブエロー。